こんにちは、私のここの口はドラえもんでいうところの4次元ポケット、つまり2次元への入り口です。そしてこの口が一体どこに繋がっているのかというと、それは、いです。キリンです。ポータルとは、二次元に繋がっているとされている扉のことを指し、ポータルは宇宙人の移動手段などに使われているとも考えられています。本来であれば、そこには強力な重力と熱がかかっており、人間が通ったらひとたまりもないはずなのですが、中にはポータルを通ったことがあるという人物も存在しています。今回は、そんな異次元の扉、ポータルにまつわる話を5つほどご紹介していきたいと思います。今回は特に4つ目の話なんかは非常に興味深いです。瞬間移動したトラック。こちらは当時トラックの運転手をしていたアメリカ人のハリー・ターナー氏が体験した奇妙な事件です。ある日の夜、ターナー氏はウィンチェスターからフレデリックスバーグにトラックで向かう途中、突然目も開けられないほどの強い光に飲み込まれ、肩を何者かに掴まれたような感覚に襲われました。それはあまりにも急な出来事だったので、ターナー氏は危険人物に襲われたと思い込み、パニックに陥り、とりあえず闇雲に銃を発砲しました。まあ、パニックったらとりあえず発砲しちゃえる国、アメリカが恐ろしすぎるんですが、まあそれはさておき。そしてターナー氏が次に気づいた時には、なぜか時計は午前3時を回っていて、ターナー氏が運転していたトラックの中には空の薬莢がそこら中に転がっていたそうです。そしてその時のターナー氏の体にはこれといって異変はなく、そもそも一人で運転していた走行中のトラックの中で何者かに襲われるなどありえないことでした。ですが外を見てみると、なんとターナー氏がいたのはあの謎の光に飲み込まれた場所から130キロほど離れた配送先の倉庫だったのです。しかも驚くことに、なぜか自動車の走行メーターを見ると27キロしか進んでいなかったため、これでは130キロ先の倉庫にいたことの説明がつきません。もし仮に誰かが何らかの手段でトラックごと運んだとしても、なぜターナー氏の配送先を知っていたのかという疑問が残ります。つまりこの事件ではターナー氏のトラックは光に飲み込まれてから130キロ先の倉庫まで瞬間移動したということになります。もしかするとこの光はポータルへの入り口だったのかもしれません。そしてここからは僕の考察なんですけど、もしかするとこれはポータルではなく、実は高速道路上のトラブルで、ターナー氏は無理やり停車された挙句5発殴られ2発目で流血し、そしてその後なんやかんやでパンチの威力とかがなんかすごすぎて配送先までトラックごと吹っ飛んだだけなのかもしれません。まあこれはちょっと前にニュースで会ってたやつ。マン一家事件。こちらのお話も先ほどご紹介したハリー・ターナー事件に似ており、ポータルを通過することで時間や空間を移動してしまった例になります。ジョン・マンは妻のグロリアと二人の子供を車に乗せて家への帰り道を運転していました。夫のジョン・マンと妻のグロリア、つまりこれはグロマンカップルであるということはさておき、すると突然前方からレーザービームのような光が向かってきて、車はその光に包まれました。さらにその光の中はジグザグしたトンネルのようになっており、気がつくとグロマン一家は自宅近くの帰り道を走っていたそうです。またこの間は数分しか経っていなかったはずなのに、時計を見ると2時間も経っていたのだとか。ここまでの話をまとめると、ポータルは光と共に突然現れ、ポータルの中を通ることによってグロマン一家は少し先の未来へ飛ばされていたということがわかります。また今回紹介した2つの事件では、どちらも運転手が行こうと思っていた場所へと飛ばされていたため、もしかするとポータルを通過する際には行き先を頭の中で念じればそこに飛ばされるというような仕組みになっているのかもしれません。ですが中にはポータルを通過してもどこかに移動することはなく、むしろ危険にさらされてしまった例もあるのでご紹介していきたいと思います。溶けた車。こちらはアメリカのイリノイ州にあるシカゴ通りを車で運転していたとある大学生が体験した事件です。この時、この運転中の大学生の周りには特に車もいなかったのですが、突然車同士が衝突したかのような凄まじい音が鳴り響きました。どうやらその音は自身の車から発せられているようなのですが、車は何かに衝突した様子はなく、その後音は何事もなかったかのようにピタリと止まりました。それから辺りを見回しても事故など
が起こった様子はなかったため、とりあえず車から降りて外傷がないかを確認してみたところ、窓やフレームには傷はありませんでしたが、ドアの表面のみがまるで高熱にさらされたかのように溶けていたそうです。こちらの事件に関しては様々な見解がなされていますが、一説によるとこの車は偶然発生したポータルを通過してしまい、ポータル内の高温にさらされたことによって車のボディが溶けたとも考えられています。そしてここからは僕の考察になるのですが、この事件ではドアが高熱にさらされていたということなので、これはもしかするとジャンプビクトリーカーニバル2019で予備校生の少年が高校生に火を吹きつけた時の火炎放射が飛び火していたのかもしれません。これもちょっと前のニュースになってた話を無理やりねじ込んだだけです。空の穴。2015年12月、スイスのジュネーブ近郊で不可解な映像が撮影されました。その映像には空一面に雲が広がる中、突如として穴のようなものが発生し、周囲の雲を吸い込んでいる様子が映されていました。それはまるで水が溜まった洗面所の栓を抜いて、水が渦を巻くように流れていく様子に似ていたそうです。また、ポータルが渦を形成していたことから、このポータルはボルテックス、カッコ渦と呼ばれています。とはいえ、このようなボルテックスはこの時だけではなく世界中の至るところで目撃されているため、映像に収められていること自体は別段珍しくはないのですが、このスイスで撮影された動画にはさらに不可解なものが映り込んでいたのです。なんとボルテックスの周辺に乗り物らしきものが飛行していて、雲だけではなくその乗り物までもが吸い込まれてしまっていたのです。そしてこの謎の乗り物に関しては諸説あるのですが、乗り物自身が異常な光を発していたことから、これは UFO なのではないかとも言われています。実際に未確認飛行物体の研究者の一部からは、 UFO はポータルを使って瞬間移動しているとも考えられているので、ポータルの近くに UFO が飛んでいたことは偶然ではないのかもしれません。ちなみにこのポータルが発生した場所には物理学高エネルギー研究所という施設があり、ちょうどその頃大型ハドロン衝突型加速器という装置を使った実験をしていたので、一説にはこの実験によってポータルが発生したのではとも噂されていたのですが、この話が単なる噂ではなく事実であることを裏付けるようなことも起こっています。それというのも、後にこの施設の研究チームが行った目覚めと呼ばれる秘密の実験にまつわる話になります。そしてここからはその秘密の実験の後、研究チームのメンバーの一人が友人に送信したメールをご紹介します。我々はやってはいけないことをやってしまった。あの装置によって異次元に繋がるのは事実であり、実際に繋がってしまった。そしてこのメールの続きに記載された内容によると、装置のエネルギーを上げた途端、ある女性研究員が跡形もなく消えてしまったというのです。ちなみにこのメールを送った翌日、このメールの送り主である研究員は自ら首をくくって亡くなっており、結局この事件の真相は迷宮入りしてしまいました。ポータルに吐き出された車。こちらはとある10代の2人組が体験した出来事になります。ある日2人が車を駐車場に止め、座席に座って話していると、突如として空から光が発生し、この光はまるでレーザービームのように2人に近づいてきたそうです。そして光は2人が乗っていた車にみるみるうちに接近し、次の瞬間なんと車は宙に浮き上がり、その光に飲み込まれてしまったそうです。そして気がつくと2人は車と共に光のトンネルの中にいたらしく、そのトンネル内では何者かから恐れるなと告げられたそうです。そしてそのまましばらくすると光のトンネルは消えていき、トンネルが消えると同時に2人の車は空中から落下してしまったそうです。この話は一見作り話のように聞こえますが、警察の捜査によると周りには高台などが一切なかったにもかかわらず、2人の車と地面にはまるで高いところから落下したかのような跡が残されていたそうです。そしてここからは僕の考察ですが、この高いところから落下したかのような跡というのは、もしかするとポータルでも何でもなく、この2人のあまりに激しい不倫、土壌、カーセックスによるものなのかもしれない。道路をぶっ壊す。深夜な。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て最後の話は2人の性別が明らかにされていないところが何か深い闇を感じるような気がしないでもないと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、あともしいいよっていう方はチャンネル登録した後にチャンネル登録済みってところのこの横にあるベルマークの通知ボタンもよかったら、ちょっと押してもらえるとありがたいかなと思います。ということでよろしくです。終わりー。
はい、ということで賢者タイムなんですけれども、先日ですね、あの映画のドラゴンクエストユアストーリーズかなを、見に行ってですね、それのちょっとした感想というか、まあネタバレ中ネタバレもそんなするつもりはないんですけど、まあ薄くちょっとね、あの内容にもちょっと触れるかもしれないんですけど、まあなんで、あの何も映画のこと知りたくないって方はちょっとこのままおさらばということですね。なのでドラクエ見たんですけど、まあ僕あのゲームもやっててですね、あの結構ドラクエ5好きなんで、まあ楽しみにね、これは見なきゃいけないと思って見たんですけど、まあ何ですかね、なんかあらかじめちょっと最後オチがやばいみたいな、なんか噂はうっすら聞いてて、でどうやばいんだろうなって思って、なんかそれが知りたくてっていう、なんかそういう興味もあったんですけど、まあね、あのオチに関してはね、なんか僕はあの見た方どうでしたかね、僕はもうなんか笑っちゃいましたね、なんかそんなことやっちゃうのみたいななんか人によってはなんかふざけんなみたいな感じで、もうすごいんでやっぱりこのあれか、まあ言わないですけど、まあなんですけど、僕はですね、もうなんかやばいっていうことで、ある程度覚悟は、がっかりする覚悟もしていってたんで、なんか逆に笑っちゃいましたね、なんか、すごいなみたいな、そんなぶっ飛んだことやっちゃったのかみたいな、すげえなっていう感じでしたね、はい。多分もう何の前知識も知らずに、見てたら、多分もう、呆然としてたと思います、多分。みたいな、なんかちょっと引いた感じの驚きみたいな感じになってた気がしますね。はい、ということで、なんか僕は、まあ、楽しめたんですけど、まあ、よくよく後々から考えるとですね、まあ、ドラクエ5をまずこの映画1本でまとめるっていうこと自体がもう無理のあることでですね、本当は絶対やっぱ少年期と、まあ、青年期と、あとなんかまあ最後の辺の、3部作ぐらいにして、まあ、やっとまとまるぐらいかなみたいな感じなんで、まあ、いろいろね、その設定が変わってたりとかはしょうがないとは思うんですけど、まあ、僕としてはですね、その少年時代をね、もうちょっと、ちょっとやっぱりこうあれちょっと膨らましてというか、やってほしかったなっていう、やっぱこう少年の思い出が ありつつの、そこから なんていうんですかね、それがあってこそのやっぱそのドラクエ5の世界観にこうものすごく幅を持たせるっていうかっていう感じになってると思うんですね。まあでもね、まあ時間的なあれがあると思うんで、まあしょうがないということで、はい。まあちなみに僕はあれですね、ベビーパンサーはプックル派ということでですね、はい、ちょっと長くなったんでこんぐらいにしておきたいと思います。さよなら。